どうもしゅんです。こんにちは。今回はキミスカさんとのタイアップ企画なんですけども、 YouTuber の面接対決をやろうと思っています。ということで今回キミスカの担当者の方の江頭さんにも来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。で、江頭さんは就活に関しての知見があるということで、今回来ていただく2人の YouTuber の方をどっちと一緒に働きたいか否かっていうところを判断いただけたらなと思ってます。はい。ということで早速今回来ていただいたお二人、簡単に自己紹介お願いします。井田チャンネルの小葉です。普段は井田チャンネルという、料理系のチャンネルを運営してて、今登録者は20万人ぐらいで、現役の京大4回生で、学校の方では環境についての研究をしています。お願いします。今回張り切って SDGs のパターン。いや張り切ってなくてずっとですねずっとずっと寝る時もずっとつけてるそれはやばい。じゃあマリさんお願いします。吉本のマリルイこと広瀬すずです。お願いします。似てるっすもんね。はい、角度によっては似てるよねそれが一番似てる。では早速面接の方を始めさせていただけたらと思います。一つ目なんですけれども、お二人の過去の印象的なエピソードについて大体1分ぐらいでお話ししていただきたいと思います。それでは丸井さんからお願いいたします。私は2021年7月27日に当時婚約していた彼氏に浮気をされたんですよ。それで同棲してたので家がなくなったんですよ、別れたと同時に。私はその1ヶ月間家なし時代を経て、でその後見つけたシェアハウスが家賃1万5000円だったんですけど、まあ、そこも結局殺人未遂が起こって半年で出ていくことになっちゃって、笑っていいのか分かんないな婚約破棄から殺人未遂っていうこの2セットで人生の印象的なエピソードだなって思います。ちなみにそこからどう立ち直ったんですか？確かに、あ、でも立ち直るのはもう次の日には立ち直ってて、なんでかっていうとジョーかよその次の日には YouTube でも絶対ネタにしようっていうのを決めて、で次の日に実家に帰って両親にその婚約者に浮気されたっていうことを報告する動画を次の日に撮ったんですよ。それがやっぱり YouTube 頑張るっていうことにエネルギーを移行したっていうか、そこで気持ちを消化させるっていうか、婚約者の方に、まあ、浮気されたっていうこの大きいエピソードの前の自分と今の自分ってなんかこうどこが変わったと思いますか？恋愛感は本当に360度いきましたね。変わってないやん戻ってきたもん。私人間が大好きだったんですよ。今も好きなんですけど、でもその簡単に信じたらいけないなっていうか、それは教わったなって思います、すごく。じゃあ続いてコバさん。今年の3月の話なんですけど、僕 YouTube やってて12月1月全然 YouTube できなくて、試験勉強とかがあって、で2月から頑張ろうってなってて、4月までに10万人登録者突破して、9月の終わりまでに20万人いくって目標立てたんですよね、2022年の最初に、うん、なのに2月から頑張ろうって時にコロナになっちゃって、僕2週間休んだ後にまたキャメラマンがコロナになっちゃって1ヶ月ガーンって開いたんですよ普通はもうそこで目標を変えると思うんですよ。でもうわでもここで諦めたらずるずるいくと思ったんで、3月の頭ぐらいから撮影バーンって2日で5本ぐらい撮って、スケジュール間に合わせるためにそっからひたすら編集してたんですよ。ほんなら気づいたら4日経ってましたこれで僕が言いたいのは、僕は1個目標を決めたらそれに対して絶対やり遂げるっていうグリッド力、パッションだけでここまで来ましたっていうエピソードがありますね。なんでそこまで YouTube 頑張ろうと思えるんですか？3人でやってる友達と大学の友達とっていうのも今楽しいんですよね。戦略考えてやるとかじゃなくて、したいことをわちゃわちゃやってて、それを面白く頑張ってして出してて、それに対してのリアクションもらうのがとても楽しくて、楽しいからやってるって感じです。結構ファンの方から見た小林さんだけではなくて、あ、そうね、コバっすね、コバさん小林さんして芝居に面接か金銭そこなんやなんでこんなに好かれてると思いますか？いや友達にそうやからちゃいます、僕が。いるか多分学校にも一人はいるんですよ。だからそこのまあ絶妙な距離感とかも相まっていいんじゃないかなっていう、うん、あとまあ憧れの目も多少は感じます、やっぱ高校生とかから。親近感と憧れのバランスがうまく取れてるってことですね、うん、いや喋っててめっちゃ伝わりますよね。確かに。そんなまだっすよあ、まだそんな詰めちゃダメでしたまだここだけっすよいやいやいや、ホットラインが一つ詰まったんだよ最後気になるのが、こう YouTube を始める前と今って変わりましたか？人生の余裕というか、やったらできるわっていうのがあるんで、まあ、今サボってこうエネルギー蓄えて、まあ、やったらやるしかないっしょみたいな感じになるから、まあ、自信ですかね、自信はつきました、うん、
じゃあ2つ目なんですが、2人の将来なりたい自分像を1分程度でお伺いしたいなと思います。私今芸歴が5年目になったんですけど、 NSC っていう養成所に入った時からずっと目標にしてるのはやっぱバラエティークイーンになること。いっぱいロケに行ってリアクション芸で茶の間を沸かしたいっていう気持ちがすごくあって、だからゴールデン帯のレギュラー番組を5本持つっていう目標をずっと掲げてやってます。なんで5本なんですか？今すっごい適当に言いました。理由言った方がいいんですよこういう時は。この本で言うんじゃなくて。ちなみになんでバラエティークイーンになりたいと思ったんですか？私そのテレビっ子だったんですよすごく、うん、で世界の果てまでイッテ Q っていう番組がめちゃくちゃ好きで、うん、出川さんがなんかペットボトルロケットっていう、うん、なんかペットボトルでスペースシャトルみたいに飛ぶっていうロケでこう失敗して逆さまに刺さっちゃったんですよ砂浜に、うん、はい、それでも本当過呼吸を起こすぐらい笑って、なんかその時すごいちょっと辛い気持ちだったっていうかマイナスな気持ちだった時に、でもやっぱ笑えたんですよすごく心から、うん、なんかもう尊敬しちゃって出川さんを、うん、いや私こういう人になりたいと思って、うん、じゃあ尊敬する人は出川さんなんですか？そうですね、コバさん。じゃあ次将来なりたい自分とお願いいたします。まあ、ずっと笑ってたいですね友達とっていう、まあ、漠然ともしたものがあって、まあ、そのためには何か大きな目標をつどつど設けるのは大事だと思ってるんで、でもそれが今何具体的に何かっていうのはないんですけど、何か目標を決めてそこで自分の好きな人たちと頑張れる環境づくりだったり、その挑戦する勇気とかその好奇心 Now を大事にして生き続けたいですね。別に何か僕はこうなりたいとかは別に今ないですっていうのが本音です、うん、だから状態がもうゴールみたいな感じ。ああそうですね、今のベスト尽くしてったら、まあ、どっかに行き着くやろうなっていう考えですよね、うん、ちなみに友人であったりこう好きな人と笑っているためにはこうつどつど目標を持つっていうお話があったと思うんですけど、これどうして目標が必要だと思うんですか？何の目標もなく道筋立てて考えて生きてたら多分何も残らず楽しかったなっていう思い出だけしか残らないと思うんですよ、うん、それよりも実績とか数字っていうものでやってった方が僕は楽しいなって、うん、まあこれは経験論ですね、うん、今 YouTube2 年ぐらいやって思ったこと話しちゃってます。それでは最後なんですが、お二人が一番魅力的に写る写真を1枚お選びいただきたいです。じゃあ条件も一応もう一度お願いしてもらいますか？はい、大事なのが2点あって、1つは最低限清潔感が伝わるもので、2つ目がご自身の人柄魅力が伝わるもの、まあ、これはかなり主観になるんですが、その2つのポイントを意識しながら選んでみてほしいです。じゃあ丸井さんからお願いいたします。入りました。ほんわ確かに、正統派。この写真を選んだ理由を合わせて聞きたいです。はい、これは浮気された直後で今より5キロ痩せています。フォルム的に魅力的です。一番仕上がってるじゃないかなっていう、でトレードマークのオーバーオール、うん、これはなんか内面的にもあるんですか、理由というか。一番こう闘志が燃えてた時期というか、環境がガラッと変わったからハングリー精神みたいなのが、はい、もうほぼライオンです。いやなんか いいですね。確か確かに。男のいいですね。じゃあ続いて、はい、コバさんお願いします。おー、ほう、どういう写真かというと、これまず撮ってるのは兄弟の今1回生の底辺 YouTuber の子なんですよ。この子が4月ぐらいに DM してきて、僕 YouTube やってるんですけど全然伸びなくて、1回イラチャンネルのコバさんにお話聞きたいです。普通行かないじゃないですか。でも僕行くんですよ。そのいろいろ話とかしたり、その子めちゃめちゃようわからんサムネとか使ってたんですよ。だからこうサムネはこうやって作るんだよって言って、このサムネもプレゼントして、これ企画に1個しました。イダチャンネル突撃するって企画を、まあ他者を思いやる気持ちがこの写真には込められてるんじゃないでしょうか。確かに。ちなみになんですけど、キミスカっていうサービスはなんか企業さんからスカウトが来るんですけど、スカウトが来やすい写真とかってありますか？写真だとまずは目に留まること、その見た瞬間目に留まって、だなんかいいかも、うちっぽいかもって思われたらスカウトが来るっていう、なるほど、のが多いですね。じゃあ最後に結果発表ということで、お二人のどっちと一緒に働きたいかと思ったかっていうところを書いていただけたらなと思います。結果を発表しようと思います。せーの、はい。おー、よかった。おー、割れましたね。僕はまあ自分の会
会社で採用するっていう観点だったらコバさんだなと思って、あ、まあ、理由としてはやっぱシンプルにやりきり力があるっていうのと、やっぱ一番いいなと思ったのはやってる過程もちゃんと楽しんでるっていうところがなんかめちゃくちゃ一緒に働きたいなと思ったポイントとしてあります。めっちゃ嬉しいですけど僕は大人に媚びないんで全然研究じゃないはい、じゃあ江頭さんお願いします、はい、かなり悩んで丸井さんにして、理由は好きやな丸井さんのこと、異性としてでも理由は会社の中で一緒に働くこうチームメンバーとして見たんですよね。確かにね。って考えた時に伸びしろ過ごそうというか、この人は会社員になったらどうなっていくんだろうってい こう期待感が大きかったっていうのがあって、なんかお話聞いてる中でやらない後悔よりやる後悔っていう考え方はすごくお一人の活動の中ででも会社員の中ででもすごく強いところだと思うんですよ、うん、っていうのも会社ってこう自分が選んだ仕事以外もいっぱい降ってくる場所なんですけど、それをいかにこう楽しいものとなんか自分の中で変換できるかっていう、で取り組んだこと全部をあやってよかったなって思える人ってすごく素敵だと思うんですよね。なので僕一緒に働いてみたいなって思わされたので、うん、マリルイさんにしたという感じです。この通りです。2人の中でどうやったら自分の価値観とかが分かるようになってちゃんと伝えれるようになったとかってありますか？まあ、僕は思うのはいろいろ経験することが大事だと思ってて、経験することによって自分が何が得意なのか不得意なのかって分かると思うんですよ。それがさらなる言語化につながると思うんで、まあ、好奇心を大事にして何事にも挑戦することが自分を知る一番の近道なんじゃないでしょうか。噛んでもうた私はすごく自分のことを知ってほしいっていう気持ちが大きいんですよ、やっぱ人に。それって自分が知ってないと多分人には説明できないから、常にこう自分ってどんな人間なんだろうっていうのは日々考え向き合うっていうか、それがやっぱりつながってんじゃないかなって思います。いや、まずは知ってほしいって気持ちを持つっていうこと。そうですね。今回コバさんの回答で目標なくてこういう状態であり続けたいですっていうような回答があったと思うんですけど、自己 PR 文とかでその明確な目標がない場合ってなくてもいいんですか？それはなくていいと思います、うん、逆に取り繕う方がまずいですね。あなたはどうしたいのっていうところに状態でもいいし、やりたいことでもいいし、もっと他の希望でもいいしっていうのはその人自身の個人だと思うので、そこはなんか自分を信じてほしいなって思います、うんうんうん、ちなみに丸井さんがお話ししてたその恋愛の体験とか、うん、センシティブな内容とか、はい、個人的ななんかプライベートの話とかを自己 PR に盛り込むのって、はい、就活的には大丈夫なんですか？ここは半々かなと思っていて、うん、一発目に押す自己 PR としては難しいと思うんですよ、うんうん、っていうのも一番最初自己 PR なんですかって言われた最初の3分で恋愛話に行くとその印象になっちゃうし、結構こう評価するポイントもあるけれど落とす要素も増えちゃうと思うんですよ、センシティブな話題って。なので学生時代頑張ってきた、まあこれでアピールしますよって一番のエピソードに付随して同じような強みを発揮した他のエピソードありますかっていうこの話の流れで、あ、実は婚約までしていた彼に振られてその家なくすっていう経験までしまして、でそれを乗り越えたんですよってきたらちょっとグッと引き込まれるっていうのがあるので、一発目に出すのはリスキーだけれども話の流れでアピールするプラスアルファの要素としてぶつけるのは確かにその強みあるねって思わせれるんだったら僕はいいんじゃないかなと思います。ただ面接官さんの好き好きなのでそこは実験ですね、うん、確かに、まあ、手玉として持っておくぐらいだったらいいかなっていう、はい、かなと思います。最後になんですけど、キミスカさん の簡単な概要をお聞きしてもよろしいですか？キミスカは就活生の4人に1人が使うほど成長してきたスカウト型の就活サービスです。他にも逆求人型、スカウト型のサービスというのはあると思うんですが、キミスカだけの違いっていうのがスカウトに種類があることですね。3段階ありまして、ノーマルスカウト、シルバースカウト、ゴールドスカウトっていう3種類があります。逆求人系使っている就活生の皆さんだったらちょっとわかると思うんですけど、こうスカウトいっぱい来ちゃって知らない企業とかだと特にこう全部見るのは難しいよみたいな時あると思うんですけど、こう知らない企業とか、まあ、知ってる企業を混ざって来た中でもゴールドだったら嬉しかったりすると思うんですよ。企業さんの熱量がランクで見えるっていう、ここがすごくキミスカの魅力になっています。ぜひ登録してみてください。お願いいたします。ちなみになんかキャンペーンとかもあるんですか？はい、今友達招待キャンペーンというものをキミスカの中でやっていまして、ご自身のキミスカのアプリの中でこの自分の招待コードっていうのを発行できるようになっています。でその招待コードからご友人がキミスカに登録したらお互いに Amazon ギフト券が500円ずつもらえるものなので、ぜひやってみてほしいです。まだこの時期だとキミスカに登録している方って多くはないと思うので、周りのご友人がキミスカに登録する前に今のうちにキミスカ入れといてちょっと500円ずつもらおうやっていうやつやってもらえたらなって
思っています。であとは公式ツイッターも僕が中の人しているので、そちらもぜひ概要欄からフォローしてみてください。以上です。マックス50人までなんですよ。マックス50人まで誘えるんで、友達多い人はぜひお願いいたします。2万5000円2万5000円。うわー、キミスカさんのサービスのリンクは明日の概要欄に貼っているので、ぜひ覗いてみてください。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。